お願いいたします。本日も参議院本会議代表質問のため、菅長官がそちらに行っておりますので、私副長官の加藤が代わって対応させていただきます。まず閣議の概要について申し上げます。国会提出案件2件と法律案人事が決定されました。大臣発言として総務大臣から行政相談週間の実施についておよび全国都道府県知事会議の開催についてそれぞれ発言がございました。また閣僚懇談会においては古谷大臣から台風第26号による被害についておよび台風第26号に伴う警察の活動状況について、総務大臣から平成25年台風第26号の被害への消防の活動状況についてそれぞれご発言がございました。次に安倍総理の福島訪問について申し上げます。総理は19日土曜日福島県を訪問する予定でございます。具体的には相馬市を訪問し、先月から始まった福島近海での漁業の試験操業の状況について話を伺うこと、また新地町南相馬市を訪問し、被災した住民の暮らしや地元企業の活動状況を視察をし、復興の進捗状況を確認することを予定をしております。さらに総理は10月20日日曜日に日帰りで東京都大島町における大雨による被災状況の視察を行う予定でございます。詳細は現在東京都と調整中でございます。以上、私の方からご報告することでございます。公文書管理法につきましては、国会の確か提出の検討しているという方扱いになっていたというふうに承知をしておりますので、そのようにも先般私の方から説明させていただきましたけれども、そのしたことを踏まえての発言というふうに答弁というふうに思います。閣議の議事録ということなんですけれども、閣僚懇談会の議事録も作成するというのになるのか、どうか、もし今の時点で。閣議ということになりますと、当然、続いての閣僚懇も含めて、これはどうするかということを今、議論をしていると、こういうふうに承知をしております。ジャパンタイムズの石ですが、今日ですね、新藤総務大臣が靖国に行かれてですね、個人の立場で言われたと、外交問題なんて全く考えてないとおっしゃったんですが、この点について何か今日、閣僚懇なんかで話題が出たかどうかということと、外交問題だと思ってないという、このコメントについて政府としてどう考えますか。まず前段の方でありますけれども、特に閣僚懇については、党では、あくまでも私人として行かれている話でございますので、そういう話は全く出ておりません。それから2点目についても、あくまでも私人として行かれた中でのコメントだというふうに承知しておりますので、私の政府としてそれに対してコメントする立場にはないというふうに考えております。私人として行かれたということと、それは客観的に外交にインパクトを持つかどうかということは全く別の問題だと思うんですけれども、当政府は見解ないんですか。いずれにしても政府としてはですね、従前から
例えば隣国との関係についてもですね、それぞれの関係をに対して全体にですね、こうした問題が影響が及ばないようにしていくということでありますし、そうした大局的な関係から国それぞれの国との強化を図っていきたいというスタンスは政府としては持っておりますけれども。毎日新聞です。総理の大島町の視察の件なんですが、クリア大臣、今日記者会見で上空からの視察になると思うというふうにおっしゃったんですけど、どのようになるのかということと、あと大島町の町長と会われるということはあるんでしょうか。まずちょっと具体的にどういう形になるかについては今調整をしているところだというふうに聞いております。それから当然現地に行くわけでございますから、副知事あるいは大島町の町長さん等々とも意見交換が行われるものと思います。すみません、話題変わって恐縮です。フジテレビの中西と申します。超党派で作るアルコール問題の議員連盟の方が激動の印象を流すようなそのアルコール対策の法案を今国会に議員立法で提出するという形になっているんですけれども、それによると、その政府に適切な飲酒についてのガイドラインの策定とか、依存症患者のを減らすことの基本計画を義務付けるような内容になるということなんですが、これに対して政府はどのように考えていらっしゃるのかと、今後のコミットの協力のあり方みたいなところはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。いずれにしても今お話がありましたアルコール健康障害対策基本法案について超党派で議論が行われているということでありまして、私ども政府としてはその状況をですね、まずは見守っていきたいと、こういうふうに考えております。朝日新聞のニュースを受けて、昨日のですね、総理が真榊を靖国神社に奉納したことについて、中国、韓国が非常に反発しているんですが、総理としては外交上の配慮を示すために参拝を見送って真榊を奉納したにもかかわらず、こういった反応が出ることについてはどういうふうに思っていらっしゃいますか。今あくまでも昨日も申し上げましたけれども、真榊の件もつきまして総理私人としておやりになった対応されたということであります。その上で先ほど申し上げましたけれども、日本にとって大事な二国間関係でありますから、こうした問題がですね、二国間関係全体に影響が及ばないということは当然念頭にあるわけでありまして、日本として引き続きですね、対極的な観点に立って二国間あるいは関係各国との関係をですね、強化していきたいと、こういうふうに思っております。読売新聞の前田です。今日朝靖国神社に副長官ご自身も参拝されていたかと思うんですけれども、その目的と参拝した立場お聞かせいただければと思います。国のためにですね、尊い命を犠牲にされた方々に対して、手を合わせてですね、またご冥福をお祈りするというのは、あるいは尊崇の念を表するということは、私は当然のことだというふうに思っております。で、従前から今回も、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会とご一緒に行かせていただきました。これまでも、こうした機会にご一緒させていただいているので、今回もそういう形で行かせて参拝をさせていただいたと、こういうことであります。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。